皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。今日は冒頭に4点と1つお話をさせていただければと思います。まず1つ目なんですけども、アンダー NT マイナンバーカード生活応援事業についてお知らせをしたいと思います。デジタル社会の実現に向けまして、マイナンバー活用の利活用を促進するために、18歳以下のマイナンバーカードを持つ県民の皆様を対象にしまして、1万円分のデジタルポイントを付与するアンダー18、マイナンバーカード応援、生活応援事業を実施をしております。申請受付は本日から12月28日までとなってございます。申請手続きはですね、カード情報を読み取ることがで手続きを簡素化してございますので、スマートフォンのみで完了することができます。申請のためにはマイナンバーカードを持っていることが必須となりますので、マイナンバーカードを取得された上でぜひ多くの皆様に申請をいただきますようにお願いをします。なお、マイナンバーカードの取得申請から交付までには現在のところですね、しばしにもよるんですけども、約1ヶ月ぐらいがかかるということが分かってございますので、ただですね、このため現在申請期限の延長について継続して事業者と調整を行ってございます。できる限り申請期間を確保できますように取り組んでいるところでございますけれども、調整が整い次第また改めてお知らせをしたいと思います。マイナンバーカードをお持ちでない方におかれましては、取得申請を早めにしていただきますようにお願いをします。本事業の詳しい内容につきましてはコールセンターへのお問い合わせをいただきますか、いただくか専用のホームページでご覧をいただければと思います。こちらの方ですね、お手元にあると思いますけれども、どうぞご確認をいただければと思います。あと、この事業の詳細につきましては、会見終了後に担当課にからですね、改めてご説明を したいと思いますので、もしご質問があるようでしたら、そちらの方でご確認をいただければと思います。そして、2つ目なんですけども、お歳暮における県産品の愛用についてのお願いでございます。10月も下旬になりまして、お歳暮の時期が近づいてまいりました。県においては毎年6月と11月を県産品愛用運動推進月間といたしまして、県産品愛用運動を展開をしてございます。またそれによってふるさと産品の普及啓発を行っているところです。大切な方々へお歳暮を送る機会がございましたら、ぜひ長崎で生まれ育った長崎県産品をお選びいただきますようにお願いをいたします。長崎県産品は県内の百貨店や量販店などのお歳暮コーナーで取り扱っていただいてございます。また駅前の県営バスターミナルの2階にございます長崎県物産館では、全国の方々への贈り物として魅力ある長崎県産品を集めました冬のギフトコーナーを設置をしております。11月1日から12月24日まで県産品お歳暮セールを開催をいたします。今年は令和3年度のですね、私の名刺に1年間載せさせていただきました、特産品新作展で県知事賞を受賞していただきましたクジラ漬けちゃんぽんも新しい新商品として、出ていると。で、合計で21の商品が初めて出品をされると伺っております。またお歳暮セールやギフトカタログを通じてご購入いただきますと、送料が全国一律300円になるといったお得になってございます。ぜひこの機会に素晴らしい県産品の数々を大切な方々へ贈り物としてですね、またご家庭におきましても積極的にご利用いただければというふうに思います。またこのギフトカタログですけども、長崎県物産館のほか東京のアンテナショップ日本橋にありますけれども、長崎館というものがございます。そちらにも設置してございますので、県内や首都圏にお住まいのご親戚ご友人おられましたら、ぜひご紹介いただければと思います。そして3つ目、長崎の米風景フォトコンテストですね、こちらの方にチラシが入っているかと思いますけれども、この開催についてお知らせをいたします。現在県の方では子育て世帯の支援と県産米の魅力発信、また食育を目的としまして18歳以下の子どもがいる世帯に県産米限定のお米券を配布をしてございます。この取り組みに合わせまして、
新米の季節となったこの機会にフォトコンテストを開催をいたします。本キャンペーンは棚田などの農村風景を見つけることで県産米の普及促進や県の農業を学ぶ機会につなげると、そういったことをしていただきたいと考えまして実施をすることといたしました。この実施期間は明日10月25日から12月31日まででございます。長崎県産農産物応援団のインスタグラムがあります、アカウントがあるんですけれども、そちらをフォローしていただいた上でハッシュタグをつけて長崎の米風景とつけていただいて写真を投稿していただければと思います。今回のキャンペーンにつきましては県内の企業団体様から多くの協賛をいただいております。これを用いまして優れた作品につきましては商品等を贈呈することとしてございます。県民の皆様におかれましてはお米を食べる笑顔の風景だったり稲刈りの風景など長崎県米県産米がつなぐ食と農を見つけていただきまして、ぜひ多くのご投稿をしていただきますようにお願いをいたします。またお米券の申請の期限は11月30日までとなっています。またお米への引き換えは12月31日とまでとなっておりますので、まだ申請されていない方はお早めに申請をお願いいたします。こちら のフォトコンテストにつきましても会見終了後に担当課からお答えをさせていただく時間を持ちたいと思いますので、何かご確認等がありましたらそちらでご質問いただければと思います。そして4つ目になりますけれども、今日発表を聞させていただいておりますけれども、長崎和牛でございます。長崎和牛を食べて応援キャンペーンの実施についてお知らせをさせていただきたいと思います。県の方では今生産者と農業団体流通業者また県も入りまして、構成をしております長崎和牛銘柄推進協議会というものがございますけれども、こちらにおいて長崎和牛の消費拡大キャンペーンなどに取り組んでいるところでございます。現在肉用牛の生産者の皆様方に おかれましては飼料価格の高止まりであったり子牛ですね、子牛の価格の下落によって厳しい状況に置かれております。そこで長崎和牛の消費を拡大をいたしまして生産者の応援につなげるために11月1日から12月17日まで長崎和牛を食べて応援キャンペーン、長崎和牛を食べて応援キャンペーンですね、を実施をいたします。このキャンペーンでは長崎県内外の長崎和牛指定店がございますが、そちらの方もしくは協力店がございます。合わせて約500店舗ございますけれども、こちらで対象期間に長崎和牛を購入お食事をされた方を対象に抽選で長崎和牛であったり長江醤油株式会社の鍋つゆが合計280名の方に当たります。ぜひこのキャンペーンを機に県民の皆様には県内の生産者が本当に一頭一頭ですね愛情を込めて育てていただいた長崎和牛、日本一の獲得の実績もございます。本当に美味しいこの長崎和牛を食べて生産者の方々の応援をしていただければと思います。皆様ご支援のほどよろしくお願いいたします。こちらもパンフレットですね、よろしくお願いいたします。ということで今の4つの点が冒頭でございました。ちょっと失礼いたしまして、すいません、いつものモードに戻ります。はい、ちょっと四十肩がちょっと左肩が痛いです。はい、はい、では改めてよろしくお願いします。本日のお花のお話でございます。今日はスカビオサというお花でございます。雲仙市の生産者の方からいただきました。このスカビオサというお花ですけれども、和名はですね、松虫草というそうです。松虫という虫が秋になると鳴くそうですけれども、その頃に咲くお花ということで松虫草という名前がついているそうです。花の形がですね非常にユニークなんですけれども、課題としては非常に茎がですね柔らかいというものがあったそうなんですけれども、長崎県では非常に育種が進んで品種改良ですねが進んで非常に茎がしっかりしていて、またお花の色のバリエーションも多いということで、
結婚式とかそのアレンジの中でも非常に主役になるぐらい綺麗で大きいものがあるそうです。生産地は雲仙市、今回いただきました雲仙市、また諫早などで、栽培されていると。でまた品質が高いので海外からも非常に人気だということで、アメリカだったり東南アジアの方に輸出をされているそうです。ぜひ あと花言葉がですね、魅力また風情といった花言葉があるそうです。ぜひ皆様方も贈り物だったり日常の生活の中でお花を、県産のお花を親しんでいただければというふうに思います。すみません、長くなりましたけど冒頭 4件とお花のご紹介をさせていただきました。以降につきましてはご質問に応じまして、ご回答をさせていただければと思います。よろしくお願いします。患者さんの方からご質問お願いします。はい、幹事社の長崎新聞の田下です、はい、よろしくお願いします、はい、まず衆院の、補欠選挙についてお伺いします、はい、長崎4区補選では、自民党公認の金子洋三さんが当選をしました、はい、まずこの選挙結果について知事の受け止めを教えてください。あとすみません、当選された金子さんに政策面で特に何を期待されるかというのも併せて教えてください。はい、分かりました。まずこの度ですね、補欠選挙で当選されました金子洋三様、先ほどですけれども当選証書付与式を執り行いまして、県民の皆様を代表してお祝いを申し上げました。今後ですね、国政の場でご活躍を期待をしております。ふるさと長崎県の発展のためにお力添えと県政のご指導ご助言を国会議員の立場からいただければと考えています。で今回ですけれども金子洋三様が目指されると出された中に5つの政策というものがございましたけれども、県政重要課題たくさんありますけれども、これに向けた取り組みであったり、また国県市の連携、県政発展に向けて必要な政策も多く盛り込まれていたというふうに思います。加えてですね、私、新しい長崎県づくりというフレーズをよく使いますけれども、そのキーワードを含む新しい長崎県づくりで豊かな未来という政策も掲げられておりました。やはり県政に対しての考え方、共通することがあるのではないかというふうに感じてございます。この新しい長崎県づくりを進めていくためには、やはり県と市町の連携に加えて、やはり国と連携を進めていくということが非常に重要だと思っております。つまり政策実現力の高い政権与党との連携を深めること、これも重要だと思っております。金子洋三様はですね、政権与党である自民党の公認でございました。これらの点がですね、非常に総合的に考えて期待できる点だと思っておりますので、今後の活躍を私としても期待をしているところでございます。ありがとうございます。あと少し重なるかもしれないんですけど、はい、大石知事は、はい、選挙期間中に金子さんの応援の方に、はい、佐世保市などに入られたと思いますが、はい、けれども、改めてその理由を教えてください。はい、今申し上げた通りなんですけれども、以前からですね、金子洋三様とお話しする機会があって、本当にふるさと長崎県に対する熱い思いもその頃からお持ちでございました。同年代、同じ学年でございます、同年代の方ということ、先ほど申し上げた通り長崎県の発展のために考えていらっしゃること非常に共通点が多いなというふうに感じてございました。しっかりと長崎県のですね、地域の課題思いと国にしっかりと伝えていただきまして、国会議員の立場からこの長崎県のまた県北のですね、発展のためにお力添えいただけるのではないかと考えています。はい、それと大石知事はこれまでも県議選だったり、佐世保市長選で、応援に入る場面が見られますけれども、こういった県民の代表とも言える立場で、その知事が特定の候補者の応援に入ることで、県政運営に支障とかそういったことはないのでしょうか。これまでもお答えしてきた通り、やはり政治家という立場もございます。やはり県政発展のに資するような動きということをしていかなくてはいけないと思っておりますので、しっかりそれはこの先どうとかいう決まったことはございませんけれども、その場その場でしっかり総合的に判断をして行動していきたいと思います。
あと選挙について、はい、まあ、もう一つ、県内では、はい、あの22日に、まあ、大村市長選が告示されたと思いますけれども、はい、知事はこういずれかの候補を応援したりされているのか、また今後、その応援に入ったりするというお考えはあるのでしょうか。はい、今現時点で現職と新人の3名の方立候補されているということを伺っておりますけれども、私の対応については何ら確定したことはございません。はい、ございます。あともう一つ、九州新幹線中崎ルートの全線フル規格についてちょっとお尋ねをします。はい、佐賀県の山口知事が、はい、まあ、9月の県議会なんですが、はい、まあ、全線フル規格で整備する場合の協議の在り方について、まあ、佐賀空港との連携に触れながら、はい、まあ、新しい発想での議論が必要だとの見解を示されています。まあ、国に対して、まあ、いわゆる南回りルートでの議論を促した形となっていると思うんですけども、今月の、まあ、記者会見でも、まあ、この南ルートについて十分協議する価値があるとか、まあ、協議の準備を整えるとか、まあ、こういった発言もありますけども、その長崎県知事として一連の発言をどのように受け止めているのか教えてください。はい、まず以前、今日の件はちょっと存じ上げておりませんけど、以前そのような発言が山口知事からされたということは報道で承知をしてございます。で、このルートだけでなくですね、在来線といろいろなものを今佐賀県と与党 PT、 また関係者において議論がされているというふうに認識をしておりますけれども、その発言を踏まえて斉藤大臣もですね、国土交通大臣ですね、にもうからも今回の発言を踏まえて含めて議論を積み重ねるといったご発言があったと記憶をしています。で、このルートにつきましてはやっぱり佐賀県のことと佐賀県内のことということですので、なかなかそのコメントをするのは難しいところでございますけれども、西九州全体の発展に資する全線フル規格での整備といったことは本県にとって非常に重要だと思っておりますので、佐賀県が今回そういう発言をされたという背景につきまして詳細まで把握しているつもりでわけではありませんけれども、課題解決に向けて、そういった佐賀県の視点もお伺いしながら引き続き知事と対話を重ねていきたいというふうに思います。すみません、最後にもう一点、はい、この南回りルートについて、はい、まあ、知事ご自身のこう考えというかその評価というか、はい、まあ、国の方は困難というような言って、ことも言っている中で、まあ、この南ルート自体はどういうふうにお考えですか。はい、まず国の方が今おっしゃってくださったように困難と結論を出したと認識をしてますので、まあ、なかなか実現するのは難しいんだろうなと思いますけれども、佐賀県がその南ルートをなぜこう議論する価値があるのかとおっしゃったのか、その背景についてもしっかりと把握する必要があるんだろうと、理解する必要があるんだろうと思いますので、今後はそういったところも踏まえて、お聞きをした上で県として何ができるのか、それは考えていきたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、以上です。幹事社の NBC 白川です。はいはい、お願いします。はい、今日は私からは、中国への水産物の輸出のことです。はいはい、中国政府が、輸入を禁止してちょうど今日で2ヶ月経つかと思います。で、これまでの2ヶ月の間でですね、長崎県が受けた、まあ、損失といいますか、それが分かっていればその損失の額でだったり、どんなことが具体的にあったのかというのをちょっと教えていただきたいというのが一つと、それと、まあ、実際に県としてですね、水産業者の方々への支援というものを何か新たに行われているということがあればですね、はい、教えていただきたいんですけど、はい、じゃあ担当からお願いします。はい、担当課から回答させていただきたいと思います。水産加工流通課です。まず1点目、県内の損失についてですけれども、県としてこれまでに、業者からの聞き取り等で把握している範囲では、中国向けを国内に振り替えたことによって販売単価が若干下がったケースがあるという事例を聞いておりますが、それ以外に現時点で大きな損失が出たという情報は聞いておりません。それから2つ目、県としての支援についてですけれども、輸出が停止したその対策としては国内消費の拡大もしくは中国以外の新たな輸出先の開拓などが考えられますが、
これらは国の事業やそれから県の既存事業の中にもあらかじめ用意されたメニューで支援が可能となっておりますので、今のところ県として専用の事業というものは持ち合わせておりませんが、こういった事業の活用について希望のある事業者とは個別に具体的な検討しているところでございます。以上です。はい、ありがとうございます。実際今そういうふうに損失としてはあんまりなさそうだということですが、長崎県は中国とは交流が深くあるかと思います。そうした中で、個別にですね、国とは別に、中国政府との間でのこうお話とかいうのもできる関係かなと思うんですが、そこの点について知事今なんか考えていることとかありますか？はい、これまでもまずこれまでの経緯をお話ししますと、中国でそのような対応になってからすぐにですね、副知事の方から領事館の方にお話をさせていただいております。で、領事館からはしっかりと本国に伝えるというご回答をいただいた上 で私からもですね、張総領事にお会いする機会に改めて私からもお願いをして同様の回答をいただいております。ですので、そういった機会を捉えながらですね、県として働きかけを行えるところはやっていきたいと思います。やはり国と国の決定ということで、なかなかその地域間だけではクリアできることではありませんけれども、そういった地域のつながりとか、おっしゃってくださった長崎と中国の関係とかですね、そういったところにも糸口をどうにか見つけたいなと思っておりますので、これは引き続き可能な限り対話を図っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、それと先ほど長崎新聞さんから新幹線の話出ましたけども、はいはい、ルート的なものっていうと、佐賀県内の中でのルートなので、お話がなかなかできないということなんですけど、どのルートを通るかっていうことによって、長崎県までのその時間ですね、博多からの時間っていうのは、ちょっと変わってくるのかなと思うんですけども、そこもなかなか難しいかとは思うんですけども、現在予定され、もともと予定してたルートから考えると、例えばどれぐらいまでだったら遅くなってもいいとか、そういうものっていうのはある意味感覚的なものかもしれませんけど、もし終わりだったらですね、お聞かせ願えればなと。時間だけでは、所要時間だけでは語れないものだと思います。やはり新しくできたときに親しまれる新幹線にならないといけないと思いますし、持続可能性があるものではないといけないと思います。なので、また安全なものでないといけないと思いますので、そういった多くの観点をしっかりと総合的に判断をされて、ご決定されていくのじゃないかなと、協議が進んでいくのじゃないかなというふうに期待をしておりますので、長崎県としてはしっかりフル規格でつながって、先ほど言ったように利便性があって持続可能性があるとか、そういったところがしっかりこう確保できるようにですね、我々としてできる限りの努力はしたいと思いますけど、先ほど申し上げた通りルートに関してはなかなかその佐賀県内のことですので、非常に我々の力が及ばないところはあるかもしれませんけど、関係者への協議の場とかですね、そういったところでは観点としてもうすでにお持ちだと思いますけど、意見は申し述べたいと思います。はいはい、ありがとうございます。はい、では他に質問があられる方、挙手をお願いいたします。はい、朝日新聞です。今ちょっと新幹線の話が続いてたので、まずそのことについて、8月まで佐賀に行ったので向こう側の事情をある程度知ってまして、まず南回りルートについてはですね、佐賀空港ベタ付き の, 要するに軟弱地盤が一番ひどい海側のところを通るルートについて、国交省側が、検討した結果ダメとは言って、でそこ場所してそもそも佐賀県はしてないよということで、もうちょっと陸地側のですね、軟弱地盤じゃないところを通るルートというのもあるんじゃないかみたいなところから今話が、いろいろ進んでるのだと私は承知しています。で佐賀県側の、中のですね、経済界の方とかの、考え方の中で物流というのを一つ加味した上新幹線というのを考えている方もおられまして、
まあ、平田君言うと2024問題ご承知のようにドライバー不足がなる中で朝一に例えば1便でも2便でも生鮮食品を果物とか生鮮食品を東京大阪の大都市まで新幹線で運ぶような機能も付加した上での新幹線ならただ時短のためだけにお金をかけて走らせるよりも可能性があるんじゃないかみたいな議論もあると思います。で今のお話物流なども含めてですね新幹線のただ の人を運ぶ以外での可能性もっていうところについて知事としては今お話聞かれてどういうふうな所感を持たれるかというのを教えてください。はい、ちょっと詳細は把握しておりませんけど新幹線のあるべき姿というか持つべき機能といったところには議論があっていいんだろうと思いますけどやっぱりそれは運営主体があってのことだと思いますので我々としてはやっぱり先ほど申し上げた通り利用される、今回の場合は生産者の方も含まれるかもしれませんけどそういった方々の利便性が確保されてやっぱり事業として持続可能性があること、そういった観点非常に重要だと思いますのでそういったものがクリアできるのであればそれに新たな機能が付加されるといったことは非常に議論があっていいことかなと思います。はい、ありがとうございます。もうちょっと話が全然変わるんですけども、はい、長崎ベルカの話、はい、非常に好調で、はい、今いっぱい言わせてますけども、はい、かなり勝ち星も重ねています。で、会場もかなり、お客さんも入って盛り上がっているような状況がございます。で、来年秋には、スタジアムシティもできてですねビファーレンとともに長崎にスポーツの大きなイベントが定期的に重なる開かれる状況というのがさらに強まっていくわけですけども、はい、県としてですねこの、平たく言うと、他県のチームを応援しに来るブースターなりサポーターなりアウェイのからの人たちですねこういう方々の、が来るということをこれからどうやって生かしていくかっていうので今考えておられることを教えていただければ。具体的なものは事業があるわけではありませんけど非常に大切な視点だというふうに思います。これはバスケットで来られた方々だけではないですけどもご来県いただいた方々をいかにもてなすかとその場所だけではなくそれ以外の場所にもどうやって送客をしていくか全体としてどうやって受け皿としてですねおもてなしをするかというのは常に取り組まなくちゃいけないことだと思いますのでそれは市長ともしっかり連携をしてですね関係団体もありますけどその方々ともいろいろ協議をしながらご満足いただけるようなまた繰り返し来ていただけるようなそんな取り組みをしていかなくちゃいけないなと思っています。ベルカの雰囲気って非常にいいなと思ってサポーターの方がブースターの方々同士両チームの方々も非常に入り混じって応援してて非常に仲良くされているように思いますのでそういった方々でまた街の中で触れ合いができるようなそんな雰囲気がもっと伸びてくると嬉しいなと思います。同じトピックでもう一つだけお願いします。はい、行政側としての後押しの仕方なんですけれども例えばお隣の佐賀県の場合は箱も含めてですねかなり県が前面に出ていろんな県市がですね前面に出て、来た人に市内で使えるクーポンを配ったりとか、箱自体もそもそも県営ですしかなり行政主導でやってる。長崎の場合はジャパネットさんという大きなところもありますけども民間主導でやってる。でこれどちらかだけではなかなかやっぱ難しいと思っていて民主導のでやって進んでいる長崎であってもある程度公的なサポートも含めてやっていくところも必要かと思うんですけどもそのあたりこれから知事が考えておられるスポーツとの関わり方県としての関わり方何か支援とか考えていることがあれば教えてください。支援だけではないかなと思いますけど連携をしていろんな取り組みもやっていくことが長崎県の発展のためにももちろんまずはジャパネットさん エイリーの目的のためにもならないといけないと思いますけど子どもたちとかやっぱプロ選手をですね間近に見れると実際に目の前で見れることで非常にやっぱりすごい経験だと思いますのでそういったことを県としても生かさせていただきながら連携を深めていくっていう視点は重要だと思います。その中で支援とかそういったことは
各論で議論されることだと思いますので、我々としてもやっぱりこう限られた財源をしっかりと県政全般にの発展につなげてい いかなくてはいけない責任がありますので、それはしっかりとその場において議論をしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、他に質問ございますでしょうか。どうぞ、柳井さん。悩みの目だ、はい、と IR の関係ですけれども、はい、まあ、認定申請から言ったら1年半ですかね、はい、で現時点で何かその内国からのですね、まあ、毎回あれですけど打ち返しとか、はい、審査の進捗状況とかのあればですね、教えていただければ。はい、毎回同じ回答でも大変申し訳ないですけど、まだ審査対応中でして、我々としても1日でも早いそのまあ区域整備計画の認定といったところを心待ちにしておりますけれども、今のところ特段お話しできる進展があるわけではございません。はい、別案件で、はい、11月10日にアミプラザ長崎新館が開業します。はい、で先ほども新幹線の関係でもですね、はい、ちょっとあったとは思うんですけど、まあ、期待する点とあとそれを生かしてですね、こう街づくりどういうふうに進めていくか教えてください。はい、期待はしています。一長崎市民県民としても非常に新たな賑わいができるんだろうなというふうに期待をしています。でしっかりとそこだけではなくてですね、周りの地区とも地域ともしっかりとつながっていくっていうことが大切だと思いますので、新たな賑わいの拠点としてそういった場所ができますけど、周りともしっかりと、まあ、市の方も連携をしながら賑わいを全体で作っていけるような、また長崎市だけではなく新幹線を使っていただいたりバスを使っていただいたり船を使っていただいたり、いろんなものを使っていただいて長崎県全体でですね、その、まあ、効果をこれも新幹線の時から言っていることですけど享受できるようなそんな波及を実現していければなというふうに思います。